ットの忘年会あるあるベスト10。今夜も始まりました忘年会あるあるベスト10。いきなり今週第6位の発表。乗りすぎたトゥナイト。早速歌っていただきましょう。伊藤麻子さんで乗りすぎたトゥナイト。飲みすぎた私、電車で居眠り、行き先不明の Midnight。伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ところで伊藤さん、実は男性より女性の方がお酒による影響を受けやすい体質なんです。そうなの？例えばビール中瓶1本分のアルコールを分解するのに男性は約 2.2 時間に対して女性は約3時間。女性の方が酔いを覚ますのに時間がかかるんですね。知ってれば乗りすぎなかったのに。ランキングもいよいよクライマックス。5位から2位は一気に飛ばして、今週の第1位は、あなたにハンドオーバー、伊藤麻子さんです。昨日の飲み会、あなたの笑顔、私の頭から伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さん、知ってますか？空腹で飲むと酔いやすく、翌日も残りやすいんですよ。そうなの？お酒を飲むときは食事も一緒にゆっくり楽しむこと。お酒に酔いにくくなる上に、お酒がもっと美味しくなっていいこと尽くし。私、意外と知らないことだらけ。そんな伊藤さんのために、今なら自分のお酒の体質のタイプがわかる程よい女子DNA チェッカーを300名様にプレゼント。お酒に対する体質はDNA によって5つのタイプに分かれるんですよ。まずは自分の体質を知ることから始めましょう。さあ、自分に合ったお酒の飲み方で忘年会をもっと美味しく、もっと楽しく、程よい女子になろう。あなたの笑顔、ガンガンガン。
今なら自分のお酒の体質がわかる。あー、ごめんなさい、お酒の体質のタイプだ。はい、どんまい。失礼しました。こんばん。始まるときおっしゃってください。一回ちょっとリセットして全部取る。すごい。ありがとうございます。よーい、スタート。さあ、自分に合ったお酒の飲み方で程よい女子になろう。カット。いいと思います。ありがとうございます。撮影は以上になります。はい、ありがとうございます。知らない植物すごい。お飾らせていただきます。まずは、撮り終えての感想を教えていただければと思います。いや、もう楽しかったですよね。もうもろ私世代のあの感じがすごい満載だったので、やっぱ愛する80年代のあの素敵な時間をの世界に入った感じがして楽しかったです。 ありがとうございます。見どころはどちらになると思いますか。見どころは何でしょうね。なんかこうあの世界をこうオマージュしつつ、場所が宴会場っていうところじゃないですかね。そのギャップを、はい、意外に馴染みが良かったんじゃないかなとは思っておりますが、はい、全然本来のベスト10とはちょっと違う。言っちゃうんだもん。はい、そうですね。そこがありがとうございます。今回はあの第6位の乗りすぎたトゥナイト、ありがとうございます。あ、今ちょっと1位の方なんですけど、第1位のですね。そして、まあ、見事第1位に輝いたあなたにハングオーバーの2曲を踊っていただいたんですけども、何かこうお気に入りのフレーズというかこう振りとかって。これフレーズに関しては逆に今回の歌詞はこの3回の中で一番シンプルだったじゃないですか。こう訴えるというよりは出来事をお話ししてるから、まあでも振りはそうですね、やっぱりアイドルに憧れた世代ですので、やっぱこういう振りって昔もあったと思うんですけど、それが結果頭痛を示してるとか、そこのズレですよね。本当はガンガンだったんです。ガンガンですかね、これはガンガンは。はい、そういうとこですかね。はい、ありがとうございます。難しかった点って逆にありますか。難しかった点、あ、ガン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 離れない、ずっちゃっちゃっちゃっていう裏拍がやっぱおばさんのリズム感だとちょっとなかなか体内にないやつだったので、そこだけずっとこうなりましたけど、はい、あとは楽しく踊らせていただきました。わかりました。まあ、今回の忘年会あるあるベスト10というのは、20代から50代の女性のお酒を飲む人500人にですね、はい、あの調査をした結果をもとにしているんですね。はい、であのベスト10の中に出てきたように、あの麻子さんご自身も例えば電車乗りすぎてしまったエピソードや、あのお腹が空いたままお酒を飲んでしまってちょっとこう酔いすぎちゃったなんてエピソードはありますでしょうか。もうお酒と食が 100% セットなので空腹で飲むことは まずないんですけど、寝過ごすのも逆に飲んでない時の方が寝過ごしたり、あと目白向かってるはずが気づいたら目黒みたいなのはすごくあります。多分それはちょっとどっかが何かを失ってるんでしょうね。お酒の時は逆にあれなんでしょうね、ちゃんと家帰りますし、電車で眠ることもありますけど、空いてて座れたらちゃんと自分の駅の数秒前にカッて起きるんです。まるで寝てなかったかのようにで降りるんで、あんまないですかね。なるほど。飲んでる時はじゃあ逆に、まあ、基礎本能というか帰ろうとするんでしょうね。誰もいない家に帰ろうとするんでしょうね。生きようとするんじゃないですか、無事に。はい、働いてるんですね。はい、私だと。なるほど。まあ、間もなくこう忘年会のシーズンというのが、ね、近づいてくるんですけども、麻子さんは例年あのやっぱり忘年会とか開かれたりするんですか。これが、まあ、これも性格かもしれないんですけど、去るものを追わず来るものを拒まずっていう感じで、はい、あんまり忘年会ってやらず、新年会は多分7個8個あるんですけど忘年会ってよく考えたら
あんまりやってないんですよね。ただ例えばいつもの大久保さんと飲むのが12月末だったらこれ忘年会だよねみたいな確認はしますけど、変わんないんで、飲み方も食べてるもんも何かが特別になることもなく、時が忘年会タイミングっていうだけで、意外にだから忘年会ってあんまないかもしれないですね。番組とかもあんまりやらないかな。新年会はありますけど、あ、共演者の方とかじゃあ忘年会やろうみたいな雰囲気はあまりない。多分年末みんな正月に遊ぶためにめっちゃ忙しいんですよね。ぎゅうぎゅうに働いてるから、それかもしれないですね。なるほど、気づけばです。そういえば忘年会があまりない。あ、はい、なるほど、ありがとうございます。それでですね、この今回の動画は11月16日のいいビール飲みの日、はい、これ制定されてる11月、はい、16日、16なんだ、はい、16でビールなんです。おお、はい、はい、そのために制定させていただいたんですけど、いいと思います、昨年、はい、はい、で、まあ、その日に公開になるんですけれども、あ、そうか、はい、まあ、ちょっと早いんですけれども、まあ、年末に近づいてきたということで、ちょっと早めに今年1年を振り返ってみていただいてですね、あのちょっとご用意させていただいたんですけど、記憶がね、今年のことが何もわからないんですよね。はい、いつも生きるって字書くんですよ、ね、生きたなって思うんですけど。本当ですか、先言っちゃいました。これって前もやってます？いや、これもうそれもわかんないですよ。やってます、今回初めてです、この回、はい、案件で。どうしましょうね。あ、でもあの、まあ、平成最後です。なんか余計な、本当ですね。すいません、余計なインプットがありました。平成だから恐怖ですよね。平成終わっちゃうって、昭和がもっと古い感じになるじゃないですか。昭和って言って今までの人がなんかちょっと大正ぐらいの感じで扱ってくれたのが明治になるってことですもんね。うちらからしたらね。確かに、え、昭和生まれでまだ、あ、ごめんなさい、ずれましたね。はい、どうでしょうね、まあ、まあ生きれたということで、もうじゃあシンプルに、え、合ってる、はい、合ってるよね、はい、カメラに向けて、あ、ペン、はい、はい、はい、すいません、じゃあどうぞお願いします。はい、今年も無事に元気にいっぱいお酒が飲みて幸せでした。これ幸せいいんですよね。なんか辛いに見えません？辛いとか両極なんですね、きっと。幸せと辛さってね、こう背中合わせなのかもしれないですね。まあ元気、元気だったという、無事に1年過ごせそうということで、幸せにしましょうかね、もうこれね。はい、すいません、はい、ありがとうございます。なんで辛いに見えない、長さが違うのかな、なんかのバランスでしょうかね、横線のね。一瞬辛いに見えます、すいません。それが最後なんですけれども、はい、この動画をご覧いただく皆様へ、カメラに向けてメッセージをお願いいたします。はい、皆様これからただ楽しい忘年会がいっぱいあると思います。もうね、まあ歌の歌詞にもありますが、乗りすぎることは全然いいと思います。乗り、わーって楽しんで楽しんで、自己管理だけしっかりしていただいて、本当に楽しく美味しい忘年会を過ごしてください。私もどこぞの街で通常通り飲んでると思いますので、見かけた方はお声をかけてください。素敵な年末にしましょう。元気で。伊藤麻子の忘年会あるあるベスト10。今夜も始まりました忘年会あるあるベスト10。いきなり今週第6位の発表。乗りすぎたトゥナイト。早速歌っていただきましょう。伊藤麻子さんで乗りすぎたトゥナイト。飲みすぎた私、電車で居眠り、不明の未来。
藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ところで伊藤さん、実は男性より女性の方がお酒による影響を受けやすい体質なんです。そうなの？例えばビール中瓶1本分のアルコールを分解するのに男性は約 2.2 時間に対して女性は約3時間。女性の方が酔いを覚ますのに時間がかかるんですね。知ってれば乗りすぎなかったのに。ランキングもいよいよクライマックス。5位から2位は一気に飛ばして、今週の第1位は、あなたにハンドオーバー、伊藤麻子さんです。昨日の飲み会、あなたの笑顔、私の頭から離れ、伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さん、知ってますか？空腹で飲むと酔いやすく、翌日も残りやすいんですよ。そうなの？お酒を飲むときは食事も一緒にゆっくり楽しむこと。お酒に酔いにくくなる上に、お酒がもっと美味しくなっていいこと尽くし。私、意外と知らないことだらけ。そんな伊藤さんのために、今なら自分のお酒の体質のタイプがわかる程よい女子DNA チェッカーを300名様にプレゼント。お酒に対する体質はDNA によって5つのタイプに分かれるんですよ。まずは自分の体質を知ることから始めましょう。さあ、自分に合ったお酒の飲み方で忘年会をもっと美味しく、もっと楽しく、程よい女子になろう。